かげさまで教えて池永先生シリーズはすごくね、うん、皆さんにご好評いただいて、はい、よかったです、はい、ついてくるのね、はい、結構池永さん熱くね語っていただいて、うんうんうん、すごくやっぱりあれを見て参考になったというのを未だに耳にするんです、うんうん、で、あれをやってからしばらくしてからエキスパートのダブルゼータが出たじゃないですか。はい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 。で、まあ、改めてねここちょっと持ってきたんです、はい、ありますね、エキスパートグループ Z がありましたと。で、まあ、UE がありましたと、うん、本当はこの間にここに本当は V が、V があるんですよね、本当はね、うん、あるんですけど、そして今ダブルゼータになりましたということですよ。まあ皆さんご存知と思うんですけど、どん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 今浮きって、まあ釣り犬の浮きのラインナップもそうなんですけど、うん、大きく重くなってきてるんですよね。でこれはやっぱり池田さんがいつもおっしゃられてるように、より遠くに飛ばさなきゃいかんというのがあったんですけれども、うん、実際ですね、やっぱりここぐらいまでは今はいるというふうに池田さんやっぱ思われたわけです、うん、思われたね。思われた。まあ一つはこれまでこう何攻撃範囲っていうか自分の攻略範囲に入っていないところまで釣りたいっていうのが一個ある。もうそれはもう潮目が遠かったり浮き暮れがいたりそういう状態の時に飛ぶだけの浮きが欲しいっていうのが一つ。もう一個は太い仕掛け、黒釣りチム釣りよりももっと太い仕掛け、はい、でタイとか青モンとか狙うときに、うん、それの糸に負けないぐらいの重さの浮きが欲しいっていう、その2つが噛み合ったときに黒釣りから入ったときに、まあ、ダブルゼータの20グラム前後は欲しいっていうのが出たよね。あとは重くなれば大きくなるじゃないですか、うん、体積がね、体積が、うん、体積もやっぱり大きくないとそのいけないというのを、もう私ちょっと池野さんのブログとかずっと拝見しててですね、うん、大きくないとずっと蒸し詰めていった時に、うん、難しい難しい、はい、水中で止まるとかですね、うん、それとかほら道糸を引っ張って道糸が風に勝つとか、うん、そういう部分もあると思うんですよね、うん、それが大きいのね、うん、重さとあとは水中でどれだけの体積のものが道糸を引っ張っていくかっていうことなんよね。巻き絵っていうのは何もついてないから潮の通りに行くんやけども、はい、浮き刺し絵っていうのは糸がついてるんでそれから外れていく。で小さい浮きを沈めて持っていくよりは大きい浮きを沈めて持っていった方が上の抵抗をしっかり浮きが取ってくれるっていう、うん、流れにちゃんと浮きが噛んでくれるっていう、その体積っていうのはものすごく重要っていう。普通の人だいたい竿1本とか竿2本がせいぜい釣る場所じゃない。まあそうですね、うん、遠投だったら 30m40m がだいたい場所、はい、本流釣りだったら普通にやればでいい 50m 前後、 100m 以上流して食わせる人って少ないですよ。なかなか難しいです。で今度は水深よ、深さを、はい、巻きとともに 20m、30m、40m 沈めるっていう人おらんじゃないですか。そうですね、まあまあせいぜい竿3本かな。そうなんよ、普通に普通に黒を狙ったり一のを狙ったりすると 40m とか入れる必要ない、そういう釣り場がまたない。そうですね、カゴ釣りでね、まれに4本とかね、うん、することあるんですけど、うん、そう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 、結構、ヒドムの調整が大変だったりするから、大変、はい、だからそういうところでも、タイを狙ったり、イサキ狙ったり、なんか他の大きい魚を狙ったりすることができるっていうのは、こっち、大きいやつ、うんうん、ちゃんと潮に乗って、持っていく、うん、これが持っていくのと、これが持っていくのとは、もう全然違う、うん、全く違う、全く違う、別物、別次元、深いところ。小さかったらやりにくい、ね、やりにくい、とてもやりにくい、うん、やりにくい、 ある程度は入るけどそれからがもう入っていかないっていうのがこっちの方で、うん、こっちは入っていき入り出したらもう潮に噛んで入っていってくれるっていう、
海面から浮きまでの道糸の長さが長いほどその間の抵抗が浮きにかかってるんで、小さいやつは外れる確率が高い、うん、普通は空中とか海面の抵抗がどうのこうないけど、深いとこっていうのは浮きから海面までの糸が食われてるから、はい、それに負けない大きさ、はい、うん、でももう根底として巻きを打つっていう釣りっていうのは、巻きへと、要するに魚は巻きを食べに来てるんだから、まあそうです、巻きへと同じように流れるようにやれっていうだけの話、うん、だからその感度とかいろんなことはもう全部無視ない、うん、もう全誘導で浮き止めないから、はい、あの糸の抵抗だけないね、ほとんど、はい、糸が曲がってたら引っ張った時に糸の抵抗がかかるから浮きの抵抗でほとんどかからない、うん、で大きいやつっていうのは動きにくいから、うん、だからもう本当にスルッと抜けるわけよ糸は、うん、だからもう浮き止めを使う人っていうのはそういった感度まで全部言うんやけど、浮き止めを使わん人はその感度の部分は少しもうちょっとこう後回しみたいな、うん、届けるのが先だよ、うん、食わない限りは浮きに反応が出ない。あの確かにね、餌を届けないことで話が進まないと、私もういつもなんだ、うん、ザ対決でも言わさせていただいてるんですよ、うん、あの漁もやっぱその辺はある程度考えは一緒なんですね、うん、そう、うん、もう巻き餌を食べてる魚を釣るっていうイメージ、うん、そのためにはだから単純に重くしました、まあまあもちろん重いんですけど、実際に重たいんですけど、うん、重くしましただけではないっていうことなんですね、そうそうそう、そのために重くしたら必要なのは何かっていうと、今度体積の問題が出てくるということで、その体積が水中でどれだけうまく機能してるかっていうのが分かるから、こうやって大きくてもいいっていう、うんうん、浮き止めないから、うんうん、今後のことか、まあ今はね、うん、あのこうそういう、まあ釣り界全体、深瀬釣り全般として見れば、うん、あのまあ、主たる潮流というか、全体的な流れとしては、まあ、大きい浮きになってきたよね、大きいもそうだし、あの重い浮き、ね、重い浮き、うん、っていうのがやっぱり今、まあ、結構こう、うん、大きい 主流とまでは言いません、あの地域によって違いますので、ずっとなんか流行り始めたって感じ、はい、そうですね、うん、流行ってます、うん、流行って、まあ今後ですよ、うん、これから実際深瀬の浮きって、うん、まあ、3年5年10年と行く中で、今後どういうふうに、まだあのこれですね、あのメーカー、すいません、あの作り手の目線からメーカー目線で言わせていただくと、うん、浮きの結構大小というのは、まあ、今まで流行り廃りを繰り返してきた部分があって、うん、小粒が流行ってた時期もあった、あったよね、はい、S とか SS とか、うん、でそういう時期もあって、また今大きな浮きになってきて、例えばですよ、これまた小粒に戻ったりする時代が来ると思いますか？戻ると思う。あ、そうですか、うん、小粒がちょっとまた増える時があるんじゃないかなと思うけどね。あ、うん、それはどういうところで、うん、やっぱり繰り返すっていう、あ、そのうん、まあ流行じゃないですけど、それぞれの良さがありますから、ね、それぞれ良さがあるから、あのその時の名手の方とか、そういった方がどういう釣りで一番釣果を上げてるかなっていうのが流行りのパターンになってくるから、うん、おそらく小粒浮きでバリバリ釣る人が出てきたら、小粒浮きがまたちょっと増えるっていう感じ、うん、大きい、あのね、あの、うん、その場合でほら飛ばせなくなるじゃないですか。飛ばせなくなるね、うん、あの感度重視になるじゃないですか、うん、魚はやっぱりほら手前はやっぱこう釣り人から釣られるから怖いとか言って、うん、まあ、置きに行ってるという、まあ、今まで釣り人が釣ってなかったところにどんどん仕掛けが入れられるようになってきたっていうところ、はい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 、そしたらこうなんていうんですかね、手前をみんなが釣らなくなったから、うん、あの手前に魚がまた戻ってくるとかいうのはあるんですか、ね、逆に狙ったら釣れるっていうのが、うん、竿抜けっていう意味合いでは、うん、あり得るっていう、あ、それと場所によるじゃないですか、はい、もう本流が走るところとかでも足元からでもいいし、うん、だから糸がもっと PE が使いやすくなって細くなれば、また浮きがちょっと小さくなるっていう、それはあると思う、うん、そうですね、今もね、あの最近もファステックシリーズの浮きありますけれども、うん、PE を使える浮きっていうのが確かにあります、うん、あのまだまだね、在庫を使えてるというふうに購入いただいてるんですけど、確かにそれはあると思います。また
ちょっとね変わったその糸とかね、うん、あのまあ道具立てじゃないですけど、そういうのの進化でまた浮きもあるから、そういうことなんやね、うん、道糸の進化が浮きにやはり直接関わってくるから、うん、だから本当に 0.15 ぐらいの糸で、はい、その2キロ3キロの魚が釣れるんだったら、はい、うん、もうここまでの大きい浮きはいらなくなるっていうか、もう14-15グラムぐらいでも 0.15 ぐらいの糸やってめちゃ飛ぶし1.55 と 0.15 やったら全然違うから、そうですね、池永さん的にはもう 糸の邪魔がなくなるのはもう大いに賛成、もう大いに賛成、うん、大いに賛成、本当に道糸は本当にもっともっと進化すれば、うん、かなりピーがいいとこまで来てるんで、うん、それによって浮きが変わってくるでしょうね。なるほどですね、うん、やっぱ道具立てのある一部分かもしれません、浮きはですね。ただ全体から見ると今池永さんがおっしゃられた通り、やっぱりトータルで見たときに、やっぱりそれが全体のその道具の進化に合わせてとか魚の動きに合わせて変わっていくもんで、そうそう、竿とか糸とかリールとか総合的に変わってくるから、浮きもそれに応じて変わってくると思うね。そうですね、うん、池永さん的にですね、まだ先々こうしたいとかいうのは頭の中にはあるんです。今ここで あえて聞きません、私は今ここで、ね、なんかあるかな、うん、いや、まあ、その結果がね、まあ、こんな感じで、はい、どんどんどんね、エキスパートシリーズがね、進化していただくことにつながってくるんですけど、ね、ここにね、またもう一個、ね、池永さんの行くかもしれない、行くかもしれませんね、あんまりこう浮きは変えたくないっていうのが自分の根底にあるんで、だからゼロ C でほぼ使いこなしていくっていう、大きさが変わってくるぐらいで、はい、そうですよね、そうなんよ、ゼロ C 以外の浮力をあんまり使わないから、もう、こういろいろ浮きを変えるんじゃなく、浮きの浮力を変えるんじゃなくて、それ浮きが一つあって、それがもう柱にドンと座ってる、柱に、うん、でそれに関わるのが針の重さとガン玉の重さっていう、うん、その2つを変えていく、うん、池永さんの性格ですと、だからもうシンプルにズベストをね、演じていくような感じになります。もちろん皆さんもね、応用されてると思います。ゼロアロハがいいとかね。そう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 。エキスパートのゼロが、Z のゼロがいいとかいう方もいらっしゃるし。このシチュエーションの時は、ほら、ゼロ1がいいとか、ゼロ4がいいとか、もうあるじゃん。あります、あります、あります。そういう使い方っていうのもものすごくいい。池永さんの考えとしては、やっぱり、ゼロ C が重視するっていうことは、これから先も変わらないっていう。ただ単に交換するのが面倒くさいから、いや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 、まあもちろんね、そういう考え方もあっていいと思うんですよ、うん、実際ほら私たちも、うん、その浮力が変えられる浮きとか出してるじゃないですか、出してるな、一個の浮きでこうどうにかやっていこうっていう、そうですね、そうです、うん、まあそれで実際に使える重りが変わったり水中が変わったりするわけだ、変わってくる、そういうのがね、やっぱり便利なシチュエーションというのもありますし、うん、実際まあなるべく1個の浮きで済ませたいとかいう声は確かに多くいただいてます、うん、いろんな要望があると思う、あります、まあこういうとなんですけれども、10人いらっしゃったら10人やっぱりお好みが違います、違うね、はい、私たちもですから、いろんな浮きを、まあ、今後も作っていきたいなとは思うんですけれども、うん、池永さんのご意見というのがやっぱりこのエキスパートシリーズには生かされてます、ね、本当にありがたいことです、はい、はい、新しいのが出てくるかもしれません、それをね、楽しみに来ていただけたらというふうに思います、はい、なかなかね、ちょっとこういうね、まあ、浮きがこうですとか、専門の話は今まで結構させていただいたんですけど、うん、まあ、今後のことも踏まえてですね、話ができたの本当に良かったと思います、はい、今後もまた、新浮きづく、たまにはこういう話もいいと思います、ありがとうございます、はい、なかなかこういう話もあるんですよ、本当ね、はい、せっかくなんでね、ぜひ皆さんもね、まだ使えたことならぜひエキスパートシリーズ使いを、ね、比べてみてください、はい、はい、ということで、ね、ありがとうございます、はい、ご苦労さんです。